いや、メンチカツ専門チャンネル千葉です。各方面からですね、メンチカツだったらここだろうとご推薦いただきまして。有名だよね。あ、そうなんですか、はい、やっぱり僕ちょっと仙台メンチカツ業界ちょっとまだ新規参入なんで、なんか仙台牛とか品質のいいお肉を出すお店みたいな。あ、クオリティが高いってことです。あれ、なんか駅にも入ってますよね。あ、多分テクテとか入ってんじゃないですか。あ、すごい。こいつはちょっと切り込んでみないとまずいですね。アポ取りは、いや、行ってきます。今回マジでダメまでありますからね。おて、そうだね。話の分かる方でよかった。今聞いてたんだけど、はい、やばいやつだよ。やばいやつですよ。だってメンチカツ食い歩いてるんです、 YouTube 撮らせてくださいって。もうなんで、ね、おかしいやつだよ、うん、ただメンチカツ食うだけなのに、 なんでそんなにこう盗撮はしないってとか言って。だってメンチカツをちゃんと食べたいじゃない。で、はい、入らせていただきます。なんとメンチあんかけですか。初のあんかけです。マジっすか。すごいクオリティのやつが来ました。これを今日は食べます。すいません、メンチあんかけのやつを2つ。はい、え、すごい、どんなの。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ食べていきたいと思います。行きましょう。いや、俺あんかけって初めてなんですよ。ないですよね。ね、これすごいですね。でかいっすね。ツヤツヤですね。分厚い。この厚み、すごい。メンチカツでこの攻撃力は初めて見たかもしれない俺。めっちゃ分厚い。いいですか。はい。じゃあいただきます。俺ずっと言ってきてるじゃないですか、なんかかけて食うやつダメだ、ソースなしの方が優秀だとは言ってるよ。偉そうに。偉そうじゃない、偉そうじゃない。これすごいよ。何これ。これ言い方悪いですけど自己完結っていうか完全に完結してるんですよ。メンチカツっていう食い物としてソースかけなくていい。確かに ね超うまいし、中の肉がねギュッギュッとしてるんですよ。わかります。すごいよ。やりますね。美味しいですねこれは。1個で十分だよね。うわ、美味しい。粗挽きな感じもすごく美味しいです、ね、お肉がね。うわ、今までで一番食べるのに時間食いますねこれ。喉に落としたくない。ずっとこの余韻に浸っていたい。うまっ。あのね、あんかけかかってるから一瞬分かりづらいんですけど、外の衣がすごく固めなんですよ。カリッとしてるんですよ。クリスピーなんですよ。で、中入るともっちもちな、もっちもちなお肉がこうドーンと出てくるわけで、玉ねぎちっちゃめなのね。いや、いいバランス。それでもって、それ全部コーティングしてるこのあんかけのあん、ハーモニー、うまーん。この照りね。そうそう、食べうまい。いやー、今2個目食おうとしたの、うん、ちょっとごめんごめんっていう。これは得点評価で言うと 4点。すげー、やばいっすね。いやー、すげーよ。で、久々じゃないですか4点持ってる。5、まだ5回目です。5回目ですけど、5回目でまたちょっと高得点出してしまう。あのさ、メンチカツ好きだから基本高得点じゃない。いや、でも俺ひどいところには本当に2とか言いますよ。悪いですけど。ローソンですか。ローソンはど真ん中すぎたから、あれが基準にするために 2.5 って出した。ああ、やっぱね、なんだろうな、結局メンチカツって美味しいんですよ。あと、どれだけ
あの注ぎ込んじゃうかじゃないですか、愛を。伊藤さんがやばいな、超うめえな、愛感じます。愛ばかり考えて。そう、ごちそうさまでした。はい、ちょっと皆さんもぜひ仙台来てみたら、仙台の肉の伊藤に来てみてください。